そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。はい、今回のご質問は、カルビがきつい26歳ですね。これなんか前回というか何回かいただいたことあると思うんですけども、26歳でカルビがきつかったらもうかなりきついですね。あの全体的に脂っこさっていうのはもう確かにね、僕結構焼肉は好きでよく食べてたんですけど、確かに30過ぎてからすごくこう胃もたれするというか脂っこいものが苦手になりますね。ステーキとかも特にすごいあれって面白いですよね。ある程度まあね、ステーキとか食べれるぐらいお金が溜まってきて、ステーキ食べれるよって時にすごい胃もたれして、食べれん時はすごいいっぱい食べれるっていう、こうなんかこう胃もたれとこう年収の反比例というか、ちょっとよくわからないですけども、はい、まあとにかく食べたい時に美味しく食べれない、っていう悲しい、まあとにかくちょっと早いですよね、カルビがきつい26歳で。まあハラミにしましょう。はい、ということで、はい、じゃあ今回のご質問なんですけども、ちなみに今日もゆみちゃんいませんから自由です。はい、ということで今回のご質問は、たけちゃん、ゆみちゃん、おはこんばち、おはこんばちは、斬新ですね。港ではドローバイアスのクラブがたくさんありますが、オートマチックに捕まるヘッドと捕まえに行くことができるヘッド、両者の違いを教えていただきたいです。重心、距離、来角、フェースアングル、MOI、 気になって平日は7から10時間くらいしか眠ることができません。PS、 ズバワゴルフコンペイン関東の開催予定はございますか？その際は19番ホールにてお待ちしております。対戦よろしくお願いします、ということですね。はい、重要な大変申し訳ない、重要なお知らせがあります。私漢字が非常に苦手で申し訳ない、これ港ではなくて巷と呼ぶそうなんで、今撮影の方に教えていただきました。今後一つまた36歳にしてまた一つ、賢くなった気がします、ということで、はい、確かにそうですね、港ではっていう、もうね、なんとか市場とかアメリカ市場とか、でもこれでも読み方によってはこれ港は三千いるんですかね。そうですね、はい、じゃあ巷のようです。なかなか、はい、漢字苦手なんですけど、またね一つ賢くなりました。はい、何の話か、これなかなか面白い質問ですね。正直メーカーの謳い文句において最近この2つってまあほぼ同義語に定義されてると思います。ただ僕自身が考える2つの違いっていうのは、正直オートマチックに捕まるヘッドっていうのはそもそもフェースアングルが左向いとったり重心角が大きいクラブっていうのを指すと思ってます。逆に捕まえに行くことができるヘッドっていうのはまあ主に重心距離を指すのかなと思います。だからまあ要するにフェースターンしやすいっていうことですね。でただ最近のクラブっていうのはそれらの要素がまあ複合しているものも多いので、もう簡単に分類はできないんですけども、私の中の線引きっていうのは そもそもヘッド自体が左に向いてるというか、まあ、初めからもう勝手にもう左向いて捕まるようにできてるのか、ターンしやすい、要は自分がターンしやすいっていうのに、打ち手がターンしやすいように作られてるのかっていうのがこの日本語の違いかなと思ってます。まあだからまあ要するにオートマチックに捕まるっていうのはもともとヘッドが左向いて特に自分がターン立たなくても結局右利きの人だったら初めから左にボールが打ち出されやすいっていう設計になってる、要はどちらかというとヘッドがもともと左に行くように設計されてるっていうのが僕はどちらかというとオートマチックに捕まるヘッドかなと思います。逆に捕まえに行くことができるっていうのは一応、フェースターン、だからその本人ゴルファーが捕まえに行こうとする動きを補助するものとして扱うのかなと思いますから、だからその捕まえに行くことができるヘッドっていうのはフェースターンがしやすい、つまり重心距離が短かったりして自分が意図して捕まえに行くときにそれを補助してくれるものが、まあ、どっちかというと捕まえに行くことができるヘッドかなと思うんですけども、たださっきも言った通りその近年のヘッドってはそれらが複合されているので、まあそのメーカーの謳い文句としてはもうほぼ同じ意味で使われていることが多くなっているのかなとは思います。まあそういう意味ではこのドローバイ、最近よくねこの言葉使われるドローバイアス設計っていうのはまあそれらをまとめた言い方なんで、まあ非常に便利な横文字かなとは思いますね。まあ、なんとなくその
横文字にするとオートマチックもそうですけど、ドローバイアスっていうとなんか捕まりそうって、そのいろんな要素から捕まりそうっていう意味があるんで、最近これ出てきた言葉なんですけど、このドローバイアス設計っていう言葉がまあ非常に今一番そのしっくりくる言葉なのかなとは思いますね。で、まあ、話戻すんですけど、ズババコンペの関東大会は今のところは予定ありません。ただまあ、19番ホールだけの勝負するんやったらね、私埼玉に師匠いますので、師匠に行くときにぜひね、お相手しますので、まあ、26歳とはいえ僕の方が年上なんで確保しておいてくださいということで、そんな感じで、今日はね一番勉強になったのは、しまったってことでしたね。はい、ということで、またね一つ賢くなったということで、サンデータケちゃんまた来週バイバイ。また一つ賢くなっちゃったチャンネル登録高評価で、ね、タケちゃんユミちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。